翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、はい、こちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、我々です。そして、坂内です。佐山です。高田です。お願いします。はい、あの本日もね、翔平ズメンバーにお集まりいただきました。はい、ということで次回の翔平ズから4月の23、今ちょっと活動休止中の翔平もそこ目当てに頑張って戻ってこようかなというところなので、ぜひ皆さん翔平ズ参加したいよって方は概要欄にリンクありますので、まあ、翔平も復活するし皆さんもいるのでたくさんのお待ちしております。でなんですけど、本日この前ヒロトが気配だけやってたんですよ。僕とヒロトで遊びで100均のバットみたいなの使って気配切りもやったんですよ。そう、うちじゃない。そう、僕もピッチャーですよ。みんな本職ピッチャーじゃないですか。まあ、本職ピッチャーの人たちだったらできるだろうと。まあ、ルールとしては1人5球1球投げた時ごとに見てもいいですね。まあ、その中で誰が一番ストライク取るかってルールでやっていこうかなと思います。はい、それではやっていきます。最高一球ストライク取ります。いっちゃいいのか、そんなんで。もう無理、絶対無理。こうでしょ、普通投げてもストライク入らない。え、こうでしょ。投げます。え、すいません、なんか2球目いきます。俺今何投げてんのか全然わかんない。3球目いきます。あ、あ、今のは次4球目か。4球目いきます。え、今のは、え、ラストいきます。マジか。え？うん？うん？今スクエアで、あの換気扇あたりから。今スコのもはやネット。惜しい。惜しい。クイックの方が絶対いいよ。絶対ない。おお。はい、お疲れ様でした。記録は5球以内達成。はい、達成ですね。
で、いや僕5球目であの高めストライクいっぱい入ってるんで、審判がボールって言ったらボールだから自分のフォームがどんだけ普段思ってるフォームが固まってないんだっていうのが分かったので、それはそれでいいのかなと。はい、ということで本日、使用させていただいた、C スポーツゴルフハードベースボールは、概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。皆さんも商品の方も、開催しているので、そちらの方も、ぜひ参加したいよって方は、概要欄の方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。あれ？おお。ボールやな。まあ右バッターの左肩ぐらいだな。え？わかんねえな。マジ？どこ？どこ？高めやったな。顔の高さぐらい。ミット止めてくれないと。よし、お互いラスト1球。デッドボールやね、うん、左バッターボックス、ちょうど足ぐらい、足に当たるぐらい。